ビルヘルムベルガービルヘルムベルガーはドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者、音楽教師。父親はブレーメン出身の商人だったが、ベルガーが生まれた頃はボストンで楽譜店を営み、1862年に帰国してからは作家としても活動した。ベルガーは幼少期から音楽への関心や適性を示しており、14歳で、 最初の公開演奏会を開いた時には、早くも多数のリートやピアノ曲を作っていた。1878年から1884年まで、ベルリン高等音楽学校にて、エルンストルドルフにピアノを、フリードリヒキールに対応を指示。1888年から1903年までは、クリント・ボルトシャル・ベンカ音楽院の教員となり、1899年から、 ベルリン音楽協会の指揮者を務めた。さらに演奏会ピアニストとしても盛んな活動に取り組んだ。1903年に王立芸術アカデミーの教授に迎えられるとともにフリッツ・シュタインバッハの公認としてマイ人間の宮廷学長に就任した。49歳の時に腸の手術を受けた後合併症を発して亡くなった。ベルリンのアカデミーを卒業した。 作曲家の多くと同じく、ビルヘルム・ベルガーも、作曲理論に関して卓越した知識を磨き上げていた。ベルガーの作品は、様式的に見ると、不協和な化成法を随所に挿入したり、対法的な組み立てを好んだりと、後のマックス・レーガーの作風を予見させる箇所もなくは、ないが、重厚なテクスチャーと緻密な展開、不均衡な学説構造、 陰影に富んだ表現と抽象的な内容、明晰な形式感において、むしろ、ヨハネス・ブラームスの作品によく似ている。ベルガーは長寿でこそなかったが、多作家であり、楽曲の数は、作品番号にして、優に100を超えている。ピアノ五重奏曲や、公共曲、第2番は、多作とみなされている。ベルガーの没後もしばらくその作品は、 ビルヘルム・アルトマンのような保守的な音楽、愛好家によって高く評価された第3巻において、ベルマーに極めて好意的な評価を寄せた音楽評論家である。ありがとうございます。